言うてるでしょ。今日は2019年12月5日12時38分ですね。朝日新聞の一面にはアフガニスタンで、中村哲さんというお医者さんが、日本人のお医者さんが殺されましたという話ですね。まあひどい話でしたね。この中村さんのことはちゃんと認識していなくて恥ずかしいんですけれども、73歳だったんですね。もう何十年間かこのアフガニスタンで、まあお医者さんなんで最初は医療活動みたいなことで、医者のいない村に行って支援活動みたいなのやってたんだけども、考え込んだね。その病気になった人が死んでしまう原因の一つとして、水が、きれいな水がないと。だから井戸を掘ったり、川の水を引いてくるような工事を関わったり、自分で、重機を動かして働いてましたという話だね。すごい人だよね。1983年にこの中村さんの活動を支援するためのペシャワール会というのが作られて、そして、ずっと活動してきました。アルカイダによる同時多発テロが2001年にあって、アメリカとアメリカがアフガニスタンのタリバンを攻撃して、その政権をぶっ潰しちゃったんでね。そういう中で治安がどん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 悪化してひどい状況にあったんだけども、で、日本人の医者たちはもうやばいということで引き上げた。それでもこの中村さんは引き上げないで続けた。イスラム教のモスク礼拝所を建てたりして、そしてイスラム教への理解を示して、まあ信頼を勝ち取ったというのはね。で、他の団体が撤退する中でも彼は撤退しなくて殺されなかった。私の先輩だね。1946年生まれで九大の医学部出たんだね。で、1978年に
初めてパキスタンに行って、それで現地に行って貧しい村に行くと歓迎されるんだけども、きちんとその人たちを助けることができていないというんで釈然としない、後ろめたさがあったってね、真面目な人だわね。まあ本当に心から追悼の意を表したいと思いますけどね。そこでですよ、問題になるのは、なんでこういう人が殺されますかって話だよね。でタリバンはいち早く声明を出して、我々はこの人を殺した犯人じゃないよ。だからタリバンもちゃんとこの中村さんに対して敬意の念を持ってたんだね。こういうその我々の国を復興することに努力している人間に我々は貢献したことは一回もないよと、そう言い切ってますんで、タリバンじゃない。じゃあ誰ですかって話したらね、だからこういうことをやると得する一つのがまあいることはいて、自分たちのアフガニスタンの治安が悪いよということを示すことができる。で、こういう有名な人を殺すことによって、他のアフガニスタンをバックアップしている人たちをビビらせることができるんだね。しかしなんでそんなことをする必要があるかという話ですよ。結局そういうことをやる人間というのはですよ、中村さんのように困ってる人たちのために自分が体を張って助ける、そうすることによって国と国とが仲良くなる、みんなが仲良くなる、そういうことが、あ、こんにちは、ジュですか、いや元気ですか、走ってるよ、最近あんまり見ないね、ランニングで走ってるの。そういうことが嬉しくない人たちがいますよって話だね。でどういう人たちかといえば、やっぱりそのみんなが仲が悪くなって紛争が起きて争いが起きて人が殺し合う、それによって武器が売れますよっていう人たちでしょうな。軍産複合体と呼ばれる人たち、そういう人たちがこういうことをやりたがるんだろうなと思いますよね。もう今日本中世界中が自分たちさえよりかばになって、なんとかファーストなんとかファーストと言ってね、もう他の人間が困っていようがなんだろうがウィンウィンとか言うんだけれども、自分たちだけが自分だけが儲かればいい、自分たちだけが儲かればいい、儲かることがみんなのハッピーなんだじゃなくて自分のハッピーだよね。そういう価値観の人たち、だからこの自分の命を張ってですよ、奥さんもね、この中村さんの奥さんもいずれこういうことが起きるということは覚悟してました。まあ本人も言ってたんでしょうな、ずっと自分が無事にいられるとは限らない、いつか襲われて殺されるかもしれない、そういう中でこういう人のために体を張って援助支援活動をねやってる。なんか昔のインタビューに答えてる映像がありましたけどね、綺麗な服着て綺麗な格好してやってたって、いいことはできるわけねえんだと、もう汗にまみれて泥にまみれてその現地の人たちと一緒に働くことでのみ何らかの奉仕ができるんだみたいな言い方してましたけどね。まあそういう立派な人の存在をですよ、
ちゃんと認識しなきゃいけないやな、世界の指導者たちはね。もう今世界中からね、慎み深さとかこう知性でもって相手を大事にする徳の心、慈悲の心、そういうものはないよね。まあ殺人事件の被害者が犯人を極刑にしてほしいって言ってね、そうだそうだ、もうそういう気持ちはよくわかるって言うんだけれども、殺人事件の犯人を極刑にして何かいいことがありますかって話だよね。被害者の無念が晴れる、被害者はそれでハッピーになるんですか。そういうことをきちんと考えない、感情に任せて恨みを晴らす、人のために慈悲を持って相手を許すなんてことはない、ましてや人のために自分の命を懸けて尽くすなんてことがない。その結果どういうことが起きるかというと、人の心が殺伐として憎しみの連鎖が広がって、また変な犯罪が起きて犠牲者が出て、また憎しみが広がる。それが個人のレベルとか世界のレベルで今ずっと続いているんだよね。だからこの中村さんのやったような行為、そしても中村さんが持っていたような心、そういうものが今世界になさすぎる、そう思いますけどね。まあこのままいけばいいこと起きないですよね。憎しみの連鎖、それを煽って何が起きるか、じゃあ繰り返し言いますけども、そのうちどっかの原発にどっかのミサイルが ぶち当たって人類が滅亡する、そうならなきゃいいけど、なる確率っていうのは非常に高いけれども、みんなが全然それを考えないというね、不思議な現象が続いておりますという話ですな。
ということで今日これくらいにしておきます。